岩隈さんみたいに査定いじって出すパターンがあるから、そう考えたらさんの査定を変えて出すパターンあるね。で、俺の今年のダルビッシュさんの査定年度予想言っていいですか？もし今年ダルスレが来てダルビッシュさんの新しいのが出るとしたら、バージョンが出ると思います。やばいこれ。え、歴代最高額出ます。いいですか皆さん、歴史が動きます。なんかで見たんですけど、ダルスレ今年も来るって本当ですか？なんかダルビッシュさんのラジオでおっしゃってたみたいですね。僕もリアルタイムでは見れなかったんですけど、その時ダルスレって明言はしてなかったんじゃないか。でもまあコラボってなったら大会はもうやってるからダルスレだろうけどね。アニバ11月だから10月に来るんですかね。どうなんだろうね。まあでもそうだね、ガチャの目玉がないから、周年にアニバを11月にすると、まあだから去年と入れ替えって感じじゃない。去年11月ダルセレだったかな、確かアニバダルセレ日の玉ストレート藤川球児だったと思うんだけど、それを多分順番が入れ替わる感じじゃない。まあでもきっとダルさんの音だから新規を選んでくれるんじゃないかなという期待はしてる。あんまり今まで出てない選手の。まあでもあれだよね、その去年赤堀さんが出たことにより丸々セレクションでタイムスリップの選手も出せてしまうという前例ができちゃったから、予想が難しすぎるんだよな。なんか当たる気がしない正直当たる気がせん。まあ、きっと今年もヒントとか出してくれて盛り上げてくださるんじゃないかなと思うんですけど、難しいね。 TS もありってなると疑心暗鬼になっちゃう。でも楽しみだな。もしダルビッシュさんのセレクションが出たとしたら、いや新庄さんがねワンチャンある気がするんだよね。そこで新庄さんありそうじゃない、そこに入れる説。当たらないから予想は予想、誰がうまいこと言えと。やかましいわ俺マジで。今年新庄さんを出さない理由がないと思っちゃうんだよな正直。こんだけ野球界で話題になっててんっていう。ダルセレあったらダルさんは4体持ちの人も出そう。俺4体持ちするよ。今すでに3体持ちしてるからもうダルビッシュさんの A ランクないてないんだよ。ダルビッシュさんの A ランクも今年はだから A ランクも集めないときつすぎるち。ワールドスターワールドスターで普通に出てほしいな。なんか下手しい、それかもしダルビッシュさんがサムライジャパンで出られたら普通に日本代表で、で俺の予想前動画出してると思うんですけど、メジャーリーガーはメジャーリーガーでなんかうまいことまた別の査定をされて出るみたいな形になったら5体持ちです。ダルビッシュさんだけで先発ローテ全員ダルビッシュさんにできる。で俺の今年のダルビッシュさんの査定年度予想言っていいですか？もし今年ダルスレが来てダルビッシュさんの新しいのが出るとしたら、俺は2009年バージョンが出ると思います。2009年バージョン、なんでかっていうと、やっぱり侍ジャパンにちなんでくるんじゃないかなっていう、抑えて規制もつけて。まあ2009年っていうかどっちだろう、2008モデルになるのかな、あれ開幕前だからワールド WBC って。抑えて規制ありダルビッシュ有は今まで出てないからね、ありそうな気がするな。あ、そうか、前回のがあれ一応2008年バージョンなのか、査定的には2008年査定ってなったらまあ2009年にしてくるのかな。2009年のダルビッシュさんの成績ってどんなんなんだろう。ダルビッシュさんの成績、いやもうこれ異次元すぎんこれ5年連続防御率1点だ、やっぱマジで化け物だな。2009年防御率 1.73、 15勝5敗。でも全然この年で出てもおかしくないな。あれこの年ってさ、日本シリーズでなんかめちゃめちゃ苦しそうに投げてた年って何年でしたっけ。怪我しててコンディションが良くなかった年、あれが2009年か。じゃあその年か、ワールドスターの査定が2011。じゃあ2011もないな。2011、2008で初年セレダルはあれ何年だ。セレダルも2011、じゃあもう2011はないな。どうなんだろう、逆になんか今まで出てなくて新規でダルビッシュさんが選びそうな人いるかな。去年は結構中西さんがね、まあ新しい枠っていうと目玉だったんだよね、ダルビッシュさんのセレクションの中では。あとどこかな、まあ野茂さんはなんか交渉したけどダメだったみたいな話だったよね確かね。岩隈さんみたいに査定いじって出すパターンがあるから、そう考えたら松坂さんの査定を変えて出すパターンあるね。今年から OB やし、もともと俺松坂さんは松坂さんで単体セレクションやるんじゃないかなって予想もしてたんだけど、まあ、今のところそういう感じじゃないから、となるとやっぱ候補にはなるかな。逆に誰欲しいかな、ダルビッシュさんが選びそうなとこで欲しい人。まあでもそろそろマートンとか来てもいいね。
グリエル。グリエルはないだろ。グリエルはない。まあでももう石川武弘さんからのローズってきて、もう横浜はだいぶ恵まれてるかなと思うけどね、ダルビッシュさんのセレクション。本当に欲しいところ、ファンが欲しいところを選んでくれたなっていう感じがする。でも新規の目玉は多分2人ぐらいは入れてくると思うんだよな。今まで出てなくてかなり強い選手とか、まああとは今までと査定が変わってる選手は2人、新規込み2人3人ぐらいはいるんじゃないかなとは思うけどね。清原さんはどうなのかな。なんか清原さんを出すんであればもう普通にスノービーの目玉にしそうな気もしなくもない。これは予想だけど俺の。上原さんにも藤井さんみたいにフォースラにしてほしい。フォースラにしろとは思わないけど、2種フォークでもいいんじゃねとは思うから。てかなんか2種フォークのピッチャーの基準って何なんだろうね。大体のピッチャー同じようにフォークこう握り幅、ハサミ幅っていうのかな、落ち幅調整したりしてそうだけどね。なんか勝手な想像だけど。新戦力、覚醒新戦力はもう来ないだろう。今更覚醒新戦力はいって出されてもってなるけどね。もうシーズン終わりますけどってなるけど、逆にこっちがびっくりって、今ですかって。あくまでコラボだからリアタイコラボかも。あ、ダルさんのやつ。まあどうなんだろう、リアタイコラボはでももう大会でしてるからな。ダルビッシュチャレンジカップでやっぱりガチャだと思うんだよな、個人的にはと思う。みんな的にはどう？俺はもうガチャ一択だと思う。昔のあのでもなんかダルさんが動画でリアタイをやって勝利数に応じて報酬プレゼントみたいな、懐かしいね。急震災絡み、ああまあ確かに急震災絡み可能性なくはないな。いやそれこそなんか急震災の報酬にダルビッシュさんのコラボセレクションの累計とかあったらみんなやるんじゃない。急震災は多分なんかあんまり普段リアタイやらないよっていう人にもリアタイやってほしいみたいな、こう入り口を広げるなんかイベントなのかなって俺は思ってるんだよね。大会もちょっとハードル高いし、まあ、大会って別に報酬めっちゃ豪華ってわけじゃないから、まあやらんくてもいいじゃん、課金できる人は。時間かかるし全部操作しないといけないしみたいな。それこそ全部自動で普段イベントとかやってる人からしたらリアタイめんどくさみたいになってる人もいるわけよ絶対。でもそこにダルビッシュさんのコラボのセレクションの報酬とかがあったとしたらやらざるを得ないよね。それはなんかシステムとしてはありかも。でもそれがだから、まあ、俺この間急震災の動画出してるけど、まあ好きなゲームモード選べますって書いてあったから、から普通にリアルタイじゃなくても野球版をやるだけでもポイントがもらえるとか、そういう仕様にしたら、まあ野球版やってみて、ああ意外とおもろいやんってなって普通のリアタイもやってみようってなる可能性はあるよね、流れとしては。野球版でダルさんは使えない。まあそれはそう。でもあの期間限定でピッチャーのさ設定の中にダルビッシュさんの球種が出てくる可能性もあるけどね。いやそしたら強すぎるか。歴終わった。え、見てなかった。え、見てなかった、ぼーっとしてたわ。よし、いきます。あ、今日ちょっと延長戦あります。今日延長戦あります。はい、忘れてた。誰が出るか、ドメさんお願いします。ドメさん、青木さん、ドメ青木。やっぱり俺には青い血が流れている。いやどうしようこれ、日本ハム純正強くなってまうって。2体持ちか。さあこう来て自チームどうしようか。吉田康生くんも欲しいな。ノーノーポンセも捨てがたいな。ハムでいきます。究極の賭けにしていい、10択でいきます。これでも当たったら相当美味しいよ。ちなみに伊藤博美10万。バケモンおるて、どんだけ伊藤博美さんに信用度があるんや。なんでこんな、どこにそんな信用度あるの俺。これ勝ったら今のところ70万だね。これもっとこっちによるはずなんだよ俺の予想では。意外と割れてるな。本当だ、日本一達成難易度0回目の達成報酬です。なんだこれ、0回目の達成報酬だって。バグっとるわこれ、やばい、俺チーターかもしれん。じゃあいきます。ニュー引いてくれ、せめてニュー引いてくれ。かぶりはおもんない、お願い。だい、おお。
あやばいこれ。え、歴代最高額出ます。いいですか皆さん、歴史が動きます。見ててください。おい嘘だろ。え、9万9000入れた兄貴がなんとリターン106万1896。あー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 